私の名前はジェシカ、18歳の高校3年生です。この時期の女子高生といえば、昨日彼氏がさ、一生一緒にいようって言ってくれたんだ。マジいいな。みんな彼氏だのなんだの男の子のことばっかり。でも私はそんなに興味が持てませんでした。なぜなら私はおそらくは30年くらいしか生きることのできない難病にかかっているからなんです。病名は嚢胞性繊維症。聞いたことない病名ですよね。嚢胞性繊維症とは、内臓各器官の分泌液の粘り気が強くなってしまう難病。息ができない。すると分泌液が各器官で詰まってしまい、呼吸困難などを引き起こす。日本では症例がほとんどなく、非常に珍しい遺伝子疾患だが、アメリカ人の白人では3300人に1人の確率で発症するというデータもある。私のこの病気は生まれて数日後の遺伝子テストで判明しました。嚢胞性繊維症ですか？はい、長く生きられて40年かと。なんてことだ。病気で迷惑をかけることになるし、早く死んでしまう私を好きになる人なんているわけないし。ジェシカは好きな人いないの？私はいないな。そんな思いから自然と私の頭の中から恋愛という文字は消えていきました。そんなある日、いつものようにパソコンを見ていると、これって信じられない記事を見つけたのです。私の息子の名前はニック、19歳です。難病嚢胞性繊維症を患っていて、毎晩ひどい咳に襲われ、元気がありません。生きる希望をなくしてしまっています。私と同じ病気で悩んでいる人がいるんだ。同じ境遇の人がいると分かっただけで、私には希望が湧いてきました。同じ病気にかかっている私なら、ニックの相談に乗ってあげられるのではないか、そう思いメールを送ってみました。はじめまして、ニックへ。はじめまして、ジェシカと申します。18歳の高校3年生です。実は私も嚢胞性繊維症の患者です。何か力になれないかと思いメッセージを送ってみました。すると数日後、なんとニック本人から返信が来たのです。はじめまして、ニックです。母の日記を見てくれてありがとう。まさか僕と同じ病気に悩まされている人がいるとは思わなかったよ。連絡してくれてありがとう。それ以降、頻繁にメールを送り合う仲になりました。お互いの家族のことや学校であった出来事、同じ病気で苦しんでいるからこそ理解し合える。私は彼から元気をもらっていました。そしてついに、おはよう。いろいろ考えたんだけど、もしよかったら今度会わない？ジェシカとは直接話したいんだ。私にとってこれはとても嬉しい誘いでした。この時私はもうニックに惹かれ始めていたんです。ニックと直接会えることで舞い上がった私は、主治医にこのことを話しました。しかし、ニックだって？なんだって？それだけはやめなさい。なぜか激しく止められたのです。主治医によると、ニックはバークホルデリアセパシア菌に感染しているというのです。セパシア菌は健康な人にとっては何の問題もない菌。しかし嚢胞性繊維症の患者に限っては、セパシア菌の肺感染症を起こしやすいというのです。もしも肺感染症を起こしてしまうと、これに効く薬はなく、その後5年以内に死に至る。そしてセパシア菌は触れただけでもうつる可能性がある。嚢胞性繊維症に感染するだけでも稀なケース。その上にセパシア菌にも感染しているニックは、お医者さんたちの中では有名だったのです。そんな、せっかく心から会いたいと思える人ができたのに。残念だが、会うのは絶対にやめておきなさい。現実は残酷でした。今日お医者さんに言われたことを家族にすべて話しましたが、父さんたちはお前が本当に大切なんだ。気持ちはわかる。だけど長生きしてほしいんだ。そうだよね。両親にも止められました。ニックに会ってはいけない、分かってはいましたけど、これはきっと最初で最後の恋。ニックに会うのを諦めれば私は長く生きられるかもしれない。でもその人生って幸せなの？そう思うと私の答えは一つしかありませんでした。ニック、あなたに会えるなら私は死んでも構わない。家族にも主治医にも内緒で、私は彼と会う約束をしました。約束の場所に行くと、彼は一人で待っていました。あなたがニックね。本当に会いたかった。僕もだよ、ジェシカ。彼はとても素敵な人でした。会ったことにより
彼を心から好きになっていました。あなたはきっと私の運命の人。僕も今そう思っていた。私たちは出会ったばかりなのに、触れ合ってはいけないのに、引き寄せられるように熱いキスを交わしました。たとえ人生が短くなったとしても、私は彼と共に過ごしたい。そしてその2年後、私たちは大勢の友人や家族に見守られて結婚式を挙げました。私たちの選択は間違ってなかった、そう思える幸せな瞬間でした。結�婚式から3年、私たちは同じ病院で同じタイミングで息を引き取ったのです。ニックと交わったことで私の人生は短くなったかもしれない、しかし彼と過ごした時間はかけがえのない幸せな時間でした。ありがとう、ニック。